寒くはない。布一枚なのに。サーバントか。ガーデン。佐生家の庭園。結界か。誰？お邪魔しています。お父さんのお客様ですか？はい。もしかしてお姉ちゃんのお友達？はい。佐城弘樹様の知人で、真中様の友人です。そうなんだ。はい。そう。あなたは彩香様ですね。佐生彩香様。うん、そう。私は、何という名を。破産サッパー派の名は、自らだけのものではない。この世に唯一の破産となるには、私には欠落が多すぎる。唯一、自らが歴代の破産の一人であると胸を張れるとすれば、あのお方の手にかかって死したことだけ。聖杯戦争に何らかの奇跡が起きて、この手に聖杯を得たとしても、おこがましい。破産を名乗るなどと。私のことは、ジールとお呼びください。ジール？故郷の言葉で、影を意味します。ジールは、ガーデンが好きなの？はい。美しいものでしたから、つい、目が向いてしまいました。そうなんだ。はぁ、あ。愛しきものだ。我が身が夜の影であるなら、主が月の輝きであるならば、この子のそれは、暖かき日の光。決して触れてはいけない、昼間のそれ。ランサー、マスター、私はもうこれ以上。涙は許す、嘆くこともそれは別段構わない。正しい反応だ。涙も嘆きも正しく愛より派生する感情の発露だ。それでいい。お前は感情を育てている。増大率には一切の問題がない。私の予想を上回るほどの成果だ。愛、人間という知性体を時に生命さえ左右させて翻弄する重要な反応の一つ。その増大こそがお前の宝具を真に強化する。いかなる無味の英霊であろうと、ただ一人であれば我らの敵ではない。お前が真に愛を注ぎさえすれば容易に駆逐できる。愛深まればお前は神であろうと殺すのだから。その槍はお前自身だ。その身に燃え盛る愛の高に応じて、その威力を対象ごとに変動させる特性を備えた対人宝具。条件さえ揃えば
冥界の女巨人ヘルであろうと殺す。一撃必殺、それをなす幻想。凄ましい力です。私には必要だ。嘆き、憂い、愛によって誰かを殺す、そんなもの。英雄を殺す大いなる力だ。お待たせしました。レモンティーとアイスコーヒーです。ありがとう。ご注文以上でよろしいでしょうか。はい、ごゆっくり。どうして聖杯なのかしら。奇跡を起こす、願いを叶える、そんな素敵な魔術なら、もっと平和的な儀式でいいと思わない？セイバー。そうだね。聖杯は血を注ぐものじゃない。本来は形として観測できない奇跡、人々の願いを貯めるためのものだと聞いた。それが満たされた時、主の意向が満ち溢れるのだと。それじゃまるきり反対ね。願いがたまらないと聖杯は起動しないなんて。うん、君の言う通りだ、マナカ。聖杯は人の想念によって作られる。だが悲しきかな、多くの人間が望むのは善意ではなく欲望という名の悪意だった。聖杯はその発端からして狂っている。そして、たとえそうだとしても、私にはただ一つの願いがある。だが、もしも極東へと持ち込まれた地下大聖杯、セイントグラフなるものがこの世を蝕む悪であるならば。女たちよ、あまたの英雄が失われ、あまたの涙が流された。母であった女よ、あなたの誇り高き英霊は死した。毒であった女よ、あなたは正義のかけらに何を見出すこともないのか。人であった女よ、あなたの願いは未だ果たされない。女たちよ、そして己が願いがため末世と降り立った英雄たちよ、未だ世界を救わんとする真なりし英雄、未だここへは至らず、ただ都市を喰らう獣の帯同が暗黒を揺らすばかり。けれど彼は行くだろう。邪悪のすべてを引き裂いて、きっとこの世界に正義を払わすために。